皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は新発売されたこちらのアズダスクフォールズに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2022年7月20日に新発売されたアドベンチャーゲームになるのかな。マイクロソフトゲームズ版とかスチーム版とか結構いろんなプラットフォームで発売されてるみたいなんですが、今回は関係者の方にゲームを提供してもらった形ですね。で、ストアページの情報によると、30年にわたる2つの家族の絡み合った生活を探るって書いてあるんですけど、なかなか重そうなストーリーっぽいですね。で、ご覧の通り公式で日本語にも対応してるようです。結構こうプレイヤーの選択によってストーリーが大きく変わるゲームみたいですね。早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。で、これソロプレイとオンラインもマルチプレイもできるの？どういうマルチプレイなんだろう。あと、ツイッチ連動モードとかもあるんだ。アドベンチャー、この手のゲームで珍しいですね。まあいいや、ソロプレイでやってみましょう。じゃあ、アフロマスクでいきましょうか。これでいけんの？あって書いてある。あ、これマルチの時はカーソルが何人か分それぞれ出んのか。なるほど。マルチも気になりますけどね。カーソルを動かして隠れているイントラクションを見つける。探索とかもあるんですね。意思決定、好みの選択肢をハイライトしてタップ。なるほど。選択肢線、クイックアクション、画面の表示に従って、アクションもあるんだ。結構いろんな要素ありそうですね。あなたの価値観、性格、ゲームプレイスタイルを紐解きます。だ、選択によって性格診断とかもされるってこと？面白そう。はい、まあいいや、やってみましょうか。おお、水中？私は増用か。あ、すごい、日本語対応してんのこれも。少し前まで夢はジャーナリストだった。あ、今はただ息を止めて潜っていたい。気絶したいからじゃなく、その直前の安らぎのために。その時思考は死んで記憶はかすれ。90秒、それで私はたどり着ける。その一瞬、あの出来事を全て忘れられる。瞑想してたのか、水中で。お、ルート66だ。あ、1998年アリゾナか。ルート66、アリゾナですね。いいですね。いやー、でもなんかフラッシュバックのあれ的にすごい重そうな感じでしたね。パパ、遊ぼう。これ子供の時か、ゾーイが。これゾーイですね。よし、遊ぶぞ。このゲームが得意なのは知ってるが、本当に全部見たのか？うん、もう完璧だよ。そうか。じゃあ、色を当てて。はあ、色を当てて。トラックがやっぱ気になるな。アメトラだ。剣はアスかな、これ。うん。それはトラックのどこかによらない。よし、じゃあ。かわいい。そこは煙が出てくるところだから。あ、灰色。おー、すごいぞ、ゾーイ。今日は負けなしだな。それなら次のステージにチャレンジだ。次のステージって？パパに一つだけ問題を出すんだ。一回で答えられなかったら、今日はお前の勝ち。任せて。なるほど。よし。じゃあ最後にもう一回だけ見ますぞ。選ぶのかな。タイマーが切れる前に対応。まだ。どういうこと？まだだ。もう少し。じらしてますね。親子なんですよね。
よし、行ってごらん。私のリュックに星は何個ある？何個だろう。わかんない。見てなかった。あ、そうか、ちゃんと見とかなきゃいけないのか。覗き見しようかな、ちょっと。見ちゃダメ。見ちゃった。6つですね。はい。これは難しいな。もしかして6個？ズルしちゃったけど。バレた。まさか。見たもん。絶対見た。どうしたの？大丈夫ゾイ。30歳も大人のパパがズルしたの。ただふざけてただけよ。おお。さあ行くぞ。あと45週のナンバープレートを見つけなきゃ。旅をしてんのか。いや。ああ。ねえ。大丈夫？ああ、そりゃ、まあ。うん？もちろん。俺は平気だ、ミシェル。二人ともなんでまた変なの？なんでもないわ。疲れただけ。なんか不穏ですね。なんだろう。犬にファストフードを食べさせるもんじゃないな。おじいちゃん誰これ。匂いを覚えて飛び出してしまう。おじいちゃん。おじいちゃんだ。私がおじいちゃんなのか。ずっとおじいちゃんはお前かと思ってたぞ。どこまで行ったんだ。迷ったかと思った。そこの木だ。犬ってのは自分がリードを引くご主人だと思ってる。お、タップ。あ、エンジンかかった。遅くなる前にアルバカーキにはついていたい。はあ、ブラックスタッフの最初で最高級のラジオ局 KNPW がお送りします。アリゾナの美しい午後、そして待ちに待った週末の始まりですね。旅の目的はまだ全然見えてこないですね。陽気なパパだな。どうなってくんだ。次は何をする？ナンバープレート探しか？焦げ焦げ小舟を歌う？うん、寝ちゃった。ゾーイは話の途中で眠っちゃったわ。この子のためにおどけるのが本当に得意ね。全然おどけちゃいないさ。俺は羊飼いで、君たちは群れ。その群れを無事に、そして楽しくセントルイスまで連れていくのが仕事だ。よく言う。わざわざ車で行きたかったのはあなたでしょ？私は飛行機が良かったのに。ドライブに文句言ってるんじゃない。ただ中西部に住むビンスが結構ピーピリしてる。うん、はあ、休暇のふりをしよう。なんとかなるさかな。よくわかんないけど、まだ。まあ、セントルイスは第一候補じゃなかった。第二候補でも、うん、第五でも。だがちゃんと地図に載ってる場所だろ。生きていけるさ。私は18歳まであそこで育ったわ。今はその当時よりもいい町になってるわよ。おい待て、セントルイス育ち？それは知らなかった。はいはい、本当に面白い人ね。前向きにやるしかないだろう。君は大学で仕事して、俺はバイト。なんかすごい表情だな。コンプレックスがあるのか、なんか。はあ、衝突。唯一残された仕事だろうと。ペットフード会社なんかで働けるか。ジム、口を挟まないでください。たったの1万ドルだぞ。お前に責任をなすりつけた航空会社の連中を、あんな和解調書1枚にサインするんでなく訴えてやればよかったものを。まだサインしてない。でもサインしたいんでしょ。気持ちはわかるけど、そろそろ全部終わりにして前に進むべきよ。やめさせられちゃったのか。まあまあ考える時間が必要かな。仕事を辞めて新しい地で生活するために今旅してるってことなのかな。考える時間が必要。もう少し時間をくれないか。もちろん。アリゾナいいですね。ビンスはいい子だが、昔から人につけ入れられていた。子供の頃、こいつは学校でいじめられた時、相手に渡せるからと安いアクションフィギュアをねだったこともあった。それ以上知らないくせに。よく喋るじいちゃんだな。ちょっと。
すまない。余計なことを言った。ビーンスの父親なんですよね。そう言えばいいのに。増位の希望です。あ。え？とりあえず二人に話させるか。口出しせず。結構ピリピリしてるんだよな。増位だけは私の味方だ。可愛い顔を見てみろ。夢にも思わんだろうな。年寄りをこんな。ああ。びっくりした。何これ、スワイプ？ああ、なるほど。これも選択式なのか。連打。危ない危ない。ああ、びっくりした。あ、こういうのが入ってくるんですね。ゾイ。あ、大丈夫。ぶつかっちゃったの？ショックを受けただけよ。あ。エンジンがダメになっちゃった。あー漏れちゃってますね、エンジンオイルが。最悪だ。あ、アメトラ、あ違う、ピックアップトラックだ。あ、君たち戻ってきてくれたのか。もう一家族か。ちゃんと運転しろ、クソが。なんだろう、最悪だな。中の悪ガキが何やってるんだ。みんなが無事でよかった。助けを求めないと。2ロック。あ、これさっきのピックアップトラックですよね。見たか、あいつの顔と来たらよ。悪いやつだな。見られてないよな。いや、見てねえだろ。あのアホ、わめき散らしてたからな。悪ガキどもだな、ほんと。すごい、不思議なビジュアルですね。これだ、ノースウッド28番地。ダセーな、似たような家ばかりだ。何しに来たんだこっちは。行けるか。ジェイ、何ぼんやりしてんなよお前。連れてくるんじゃなかった。大丈夫だ、こいつはちゃんとやる。いいか、話した通りだ。あの金庫の中にこれまでを帳消しにできるほどの金がある。いい、帰れたら家は売らずに住んで何もかも元通りだ。強盗空き巣すんのか。だ、誰の家なの。だ、誰の家なの。なるほど、誰の家か気になりますよね。はい、誰の家か聞いてないよ、うん、関係ないだろう。関係ないだろう。いつも森の中を歩き回ったり木登りしたりそういうことしてばっかだろ。家族を助けたいんだよな。ああもちろんだ。だったら今がチャンスだ。柵を越えて中へ入るんだ。ショットガン持ってる。母さんは知ってるのか。いいや知らない。だが見張るやつが必要だ。兄弟、この3人の関係性がまだ分かんない。1時間しかない。もしクラクションが3回になったら死ぬ気で走れ。よーし始めるぞ。はあ、出る番号だ。大丈夫だ。お前5926。電話するなよ、頼りにしてるからな。何これ、何の番号。よし、お前は裏口に回ってやる。金庫のあれか、5926か。当たりくじを引くのはどっちかな。いきなり空き巣か。よいしょ。ああ番犬がいる。ハズレですね。これは声をかけた方が良さそう。はい、よし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 、ね、クリータスだろ。よし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 、僕はジェイだ。わかるよ、家を守ってるんだよ、ね、噛まれそう。ある意味僕らも同じことをしてるんだけどさ。あ、いけそう、大丈夫かな。大丈夫だよ、うん、ちょっと中に入るだけだから。いい子だね。おう、あ、いい子だった。あそこ開いてますね、上から入るのか。雨どいから上がれそう。おお、そのまま入ってきた。警察だ、開けろ。あれは悪い狼が食べに来たぞ。ふざけないで。大丈夫か。犬がいたけど、なんとかやり過ごしたよ。よかったですよね。
バカ、結構でかい家だな。あ、保安官の写真がありません？ここは誰の家なの？ダンテ・ロメロ。ダンテ・ロメロ。え、保安官の？保安官の家に入ったのか。母さんは昔からこいつを嫌ってただろ。俺を年少送りにするずっと前から。うん、でも。なんだ、俺らは奴に貸しがある。だから、今のうちに家をめちゃくちゃにしてやる。あ、ひどい。余計なことはよした方がいいでしょ。証拠が残っちゃいますからね。なんか3兄弟、兄弟なのかこれは。余計なことはしない方がいいでしょ。1時間しかないって言われたし、金庫を探した方がいいんじゃないかな。どうでもいい。うわ、何やってるの、検査されちゃうよ。そんなことするか。ここはどんなでも16区だぞ。ほら、金庫を探せ。田舎を舐めすぎでしょこの人。ああ、これで、なるほど。金庫ですよね。金庫を調べる。絵が怪しいですね。絵の裏とか、あるでしょう。5926でしたっけ？ない？ないか。ない、ない。嘘。他は？財布。財布、身分証とか。財布があった。バカな野郎だ。バカな野郎だって。お金は取らなくていいですよね。やめとこ。これ初めて空き巣に入ってんのかな。なんか慣れてる感じですよね。2階かな。1階にはなさそう。あ、そうかもな。何してるの。女にやるんだ。彼女いないじゃん。うるせえ。そのうちできる。どういうこと。冷蔵庫も漁ってくの。おい、面白いこと思いついた。やばそうだなこの人。こっち来な、仕返しするから手伝い。いや、デールはやばいな。やめた方がいい。デール。デールは無視した方がいいですね。時間の無駄だよ。しかも汚いし。何やってんの。つまんないやつだ。この育児なしめ。最悪ですね。そんなことないよ。そんなことないよ。最悪だな、ほんと。よし、そろそろやるぞ。お前は2階に行け。俺は他の部屋を見る。ちょっとデールは証拠を残しすぎだな。ちょっと熱くなりやすいタイプですね。あ、車椅子マーク。え、誰かいんの？うわー、いたー。あら、やーばいな。あら、ちょっとやばいですね。まずい。どうする。ちょっと、あー、変わっちゃうんだここで。すごいとこで切り替わったな。車はさっぱりだ。親父。ああ、まあよくあるモーテルだな。先に行ってて、私水を買ってくる。シーマ、ライアンのママが泊まっていいって言ってくれ。ほう。店員さんいないのかな。鳴らしましょうか。雰囲気がいいですね。もう一回鳴らすか。ちょっと待ちましょうか。こういうのリアルでもありますよね。あ、これさっきの子供か。いらっしゃい。待たせたわね。ごめんなさい。こんにちは。実はさっき近くで事故にあって困ってるんだ。部屋は空いてます。
それとできたらレッカー車の手配もしたいんだけど。ああ残念だけど整備士は週末の間トゥーソン行ってるわ。じゃあ2部屋だけ頼む。70ドルよ現金で。お金ないのだったら一部屋ね。おいジョイス今ちょっと忙しいの。あーなんとか負けてもらうか。おじいちゃん持ってないの。おじいちゃんか奥さん、もう一回お願いしてみましょうか。お願いしてもダメか。でも頼むよ。明日必ず残りを払う。信じてくれたら助かるんだが、娘をゆっくり休ませたいが、父のいびきがうるさくて寝られないんだ。あら、かわいい子ね。これで支払いをごまかそうものなら。パパはズルするのが得意なの。ちゃんと見張ってなきゃダメよ。本当に？こんにちは、私ミシェル。優しい。お部屋をどうもありがとう。まあ、満室じゃないしね。ごゆっくり。やっぱりヒューズだった。ブレーカーがないと。ちゃんと明日18ドル払わないと。どうも。ツーロックへようこそ。ポール、この人たちの車を駐車場に牽引するようノーマに伝えといて。気の毒だな。タイヤのパンクかい？うん。俺、修理なら得意だが。エンジンがやられてね。見てくれるか。東の方向にある赤の SUV だ。すぐわかる。あ、了解。優しいですね。ちょっとおじいちゃんがトラブルメーカーになりそうなんだよな。ああ、クリント・イーストウッドとよく間違えられる。めんどくさい。ああ、やっとこの暑さから逃れられた。はしゃいでるな。あー靴、靴脱いで、靴脱いで。あーごめん、水着は引っ越しトラックの中だ。あとベッドの上で跳ねないでくれ。うん、靴は脱ぎましょう。じゃあパパ、ドキュメンタリー見ていい？お願い。跳ねるなって言っただろ。靴は脱ぎましょう。テレビ見せてくれたらやめるよ。勉強になるからいいでしょ。あーどうしよう、テレビを見させる。もう、もう、ダメ。ちょっと、靴を脱ぎましょう。ゾーイ、言うこと聞かないならテレビを見せないぞ。厳しく。やだ、テレビ見たい。寝る前にみんなで映画を見るのはどうかしら。大丈夫か？どうかしらね。ちょっと痛めたかも。少し揉んでくれない？そうですよね。結構衝突が激しかったから。いい部屋だ。私のと同じか。おいおい、浮かない顔だな。ああ、私がいなくて寂しかったか。そうだろう。私たちと同様、この子も今日は大変でしたから。今からゼウスと散歩に出る。なあ、ゼウスって名前なのかのワンちゃん。ここまで歩いたのに。ゼウスに小便させないと。それにお前に話がある。まあ、ちょっと行くか。あ、分岐点なんですね。おじいちゃん、まあ、でも。選択は慎重に。ここで分岐しちゃうんだ。さっきもありましたよね、分岐点。そっかそっか。どうしよう。まあちょっとおじいちゃん話してみるか。はい、ジムと行きましょうか。わかったよ、すぐ戻る。おじいちゃんめんどくさそうだね。ゼウス、行くぞ。ゼウスって名前がいいな。あんなことで文句を言うつもりではなかったんだがな。お前たちがピリピリしとるのに私がいたら気もめいるよな。まさか結婚生活の助言か。家族を捨てた親父が言うなよ。ああ違う違う、そういうことじゃない。この数ヶ月間の感謝を伝えたいだけだ。お前のことも知れたし、ゾーイにも会えた。意外と優しい。私は今ただただ嬉しいのさ。あの子も喜んでるよ。脳腫瘍を抱えて生きる上で、最悪なことは何だと思う？脳腫瘍を抱えてんの。死への恐怖。湧き上がる疑問ってどういうことだ？なんだろうな。死への恐怖にしとくか。怖いだろうな。死と隣り合わせで何もできないんだから。
逃げたくても逃げられないものは人生で初めてだ。だが怖いのは罪悪感だ。永遠に消えやしない。罪悪感？何に対して？勝手に30年も行方をくらまして、お前や母さんにとってこんなに辛かったことか。そういう過去があったね。片や私は自分の快楽を求め、世間に中指を突き立てて。なんでそんなことをしたんだ。なんかいろいろ複雑な家庭環境ですね。30年間、じゃあつい最近戻ってきたのか。だが戻ってきた。まあ責めなくてもいいか。俺を突然訪ねた時は驚いたよ。勇気が言っただろ。そうだな、たやすくはなかった。今までのことは本当にすまなかった。まだ信頼してもらうには時間がかかるだろうが、お前に頼みがある。なんだ。医者が言うにはもう長くないそうだ。持ってあと2年。ただの予想だがな。で、最初の約束ではタルサまで乗せてもらい友人を当たるという話だったが。はっきり言ってくれ親父。うん、じゃあ言うぞ。いやー、済ませてくれんかね。本気か。半年前はあんたが生きてることも知らなかったのに。あれ、自分勝手すぎるでしょ。だから入院だけはしたくない。家族のそばにいたいのだ。ちょっとそれは厳しいでしょう。30年いなかったんですよね、いきなりどっか行って。しかも何やってたかよくわかんないし、いい考えではないでしょそれ。親父待ってくれ。そんないきなり仲良し家族にはなれない、うん、そりゃそうでしょ。悪いけど、はあ、考える時間が必要なのかもな。この話はまた後でしよう。うん、ちょっと飲み物を買って。いやー、結構複雑だな。